今、高校生なのですが、僕自身はワクチン接種をしたいのですが、親は陰謀論を信じて打たせてくれません。何度も僕が陰謀論に根拠がないと説明しても、上級国民はワクチンを打たないとか、ワクチンを打った後に死んだ人のことを因果関係が証明できないなどと言い、いいことに無視しているなどと言ってきます。ちなみに国民の5割が打ってるんだから突然死する人がいても当然と説明しています。どうすれば僕はワクチンを接種できるでしょうかこれあの世界中で結構問題になって、あの、t e e n s w a c e i m c o m みたいななんか10代の子たちがいかにワクチンを打てるかみたいな話になったりするんですけど、 で、えっと、今、フランスだともう8割の人がワクチン打ってるんですよね。えっと、12歳以上のフランス人の81%がワクチン打ってます。 なので、あのまあ、ここまで打ってると、そのワクチン打って死んだ人とかというより、あのもう、要はあの知ってる人のほとんどワクチン打ってるので、でワクチン打てない人もいるんですよね、そのあのアレルギーがもともとあります、めっちゃちゃにいるので、なので、別にそのワクチン打ったらやばいよねっていうのは、もうそんなに言われなくなってるんですけど、ただ、あの一部、その要はあの、狭心的な反ワクチン主義の人たちが今度は、うるんですよ。要は あの、なんとなく不安っていう人が、もう周りがみんな打ってるから、むしろ別に不安じゃないんじゃねっていうので、なんとなく不安派ワクチン打つようになったので、あの、ガチ反ワクチン派の人だけが残り続けて、で、その人たちが、そのなんかデモとかやったりするんですよね。で、あの、毎週土曜日に反ワクチンデモみたいなのがやってて、あの、先週のやつは結構大盛り上がりしたんですけど、で、そういう形で、そこだけがニュースで取り上げられて、なんかあの、フランスで反ワクチンのデモですごい大勢の人が集まってますって言うんですけど、 で確かに2万人とかパリで集まったのかなであの2万人集まってすげえってなると思うんですけどあの日本の場合ってデモってあの変わった人しか行かないじゃないですか要はあのデモに参加するっていう時点でかなり熱意のある人じゃないですかで普通の人っていやデモとか行かないっしょっていう感覚なんですけどあのフランスデモって興味ない人も行くんですよ。 要は、散歩気分とか、なんとなく歩くのが暇だから行くとか、あとデモ参加すると、食い物もらえたりとかあるんですよね。ていうのがあって、ピクニック気分でデモに行くっていうのがあるので、基本、パリって毎週デモがあるんですよ。で、なんかあの暇つぶしで歩いてデモやってるから、じゃあ、ついでこれ、一緒に歩いていこうかみたいな人もいるので、そもそも論、デモに参加する気分が日本と真逆なんですよ。 なんとなくでパリの人はデモに参加するんですけど日本ってなんとなくでデモに参加する人いないじゃないですかなんかみんなゼッケンつけてるガチでいいじゃないですかっていうのがあってただあの先週のデモに関していくとっ、えー、と昨日ととから、えー、と医療従事者の人がワクチン義務化になったのでワクチンを打ってない医療従事者ってもう仕事できないんですよ。あのまあ、えー、と無期限休業ただし給料を払わないっていう状態になるんですよ。 なので、ワクチン打ってない人はもう病院では働けません。なので、あの病院には来ないでくださいと。で、給料も出しません。っていうのがあるので、あの要はガチハンワクチン税の医療従事者とかはめちゃめちゃ怒ってるんですよ。で、ドイツとかだと、あのガチハンワクチンの看護師さんが、えっとね、2000人ぐらいにあのワクチンの代わりに塩水打ったんですよね。 要はあのワクチンを打つと人が亡くなってしまうからあの私は人の命を守るんだって言ってワクチンの代わりに塩水を打ちまくってた人が逮捕されたんですけど、まあ、そういう人もあのいるのであの反ワクチン医療従事者どうなのかなと思うんですけど、まあ、っていうのが一応フランスでは出なくするためにもあの働いちゃいけませんってなっておととい僕はあの病院にそのあの行く用事があって行ったんですけどあの駐車場その病院の駐車場に入るところの,あの外雨降ってたんですけど外におっちゃんが座ってて雨の中ね ので、その病院に入るんだったらそのあのワクチンパスポートを見せろ要はワクチンパスポートがない人って今フランスって病院入れないんですよ。その歯が痛いとか風邪をひいたとかその何らかしらの理由がある人ってあのワクチンを打つか PCR 検査を受けないとそもそも病院に入れないんですよ。 っていうぐらいなので、あの普通に何かの病気で病院行きたいなと思うと、もうワクチン打たないとやっていけないんですよね。っていうのがあって、もうあの普通の人は大体ワクチン打ってるんですよ。で、今別にあの日本と違ってワクチン打ちたいっていう人を予約すれば大体打ってるので、だからまあ実質的には義務化なんですけど、でそういう形で、今、フランスの感染者数ってだんだん減ってるんですよね。 っていうのがあったりするので、なので、あの、時間の問題でそのワクチン打ってる人の比率が増えてって、結果として普通だよねっていうので、打つ人はだんだん増えていくと思うので、なので、その形で解決するんじゃないかなと思うんですけど、ただ、ガチ反ワクチン勢の人っていうのは、もうその、あの、まあ、言い方は悪いんですけど、あの、カルト系の宗教の人たちって、自分たちが正しい、 信じていて、迫害されているということは自分たちが正しいから迫害されるのだっていう考えに変わったりするんですよ。要はその自分たちがやってることが間違ってるというのを認めることができないと。で、その別にあのワクチン打つのって自由じゃんと。でもなんで自由じゃなくてこんなに攻めてくるの？なぜならあいつらはその自分たちの利権を守るために僕らを迫害しているんだ。だから反ワクチンは正しいんだみたいな思想になっちゃったりするんですよね。 で、さらにその反ワクチンで金儲けてる人たちでも結構いて、アメリカでそのなんか反ワクチンでなんか言ってる人たちで、なんかその本が売れたり公演とかで年収2億円みたいなあのお医者さんとかいるんですよね。要はその反ワクチンですっていうのを医者の肩書きで言うと、その反ワクチン派の人たちが呼びたいで来てください !100 万円払いますみたいなのがあって、っていうのですげえ儲かるんですよ、反ワクチン。でまあ反ワクチン本も日本で売ってるみたいなんですけど。 っていうのがあったりするので、その金儲けのために反ワクチンっていうのを、その利用してプロモーションしている人もいるんですけど、で、お医者さんの肩書きを持っている人も反ワクチンって言ってるじゃないかっていうのを真に受けて言ったりするんですけど、あのまともな医者というか、あの反ワクチンじゃない医者の方が99 9。9%なので、あの反ワクチンのお医者さんもいます。ただ、あの医者の99 9。9%はあのワクチン肯定派だったりするので、そこら。辺の。比較で見てもらえるといいんじゃないかなと思います。はい。